カトリーナ・ナリー・ゴリーは、オーストラリア・ブリスベン出身の女子サッカー選手。オーストラリア W リーグのブリスベン・ロアー FC 所属。マウント・グラバット・ホークス FC でキャリアをスタートさせ、2009年から W リーグのメルボル・ン・ビクトリー FC や、アデレード・ユナイテッド FC でプレーした。2012から13シーズンには、ブリスベン・ロアー FC で、レギュラーシリーズ優勝を果たした。2014年、 アメリカ合衆国 NWSL 所属の FC カンザスシティに加入して10試合に出場し得点を挙げリーグタイトルを獲得した。2017年3月から日本のマイナビベガルタ仙台レディースに練習生として参加4月に正式加入した。主にボランチでプレーし14試合に出場した。同年10月契約満了により仙台を退団した。 2018年2月14日、NWSL のユタロイアルズ FC と契約した。同年10月、ユタロイアルズを対岸して、ブリスベンロワーに復帰した。2012年7月11日、キリンチャレンジカップ、日本戦で、オーストラリア女子代表デビュー。2014年の AFC 女子アジアカップでは3ゴールを決めたが、決勝で、日本に敗れ準優勝となった。同年、 日本の宮間綾、川澄直美を抑えて、アジア女子年間最優秀選手賞を受賞。オーストラリア人としては、キャスリン・ジル以来二人目となった。また2014年 FFA 女子年間最優秀選手賞を受賞した。2015FIFA 女子ワールドカップでは、先発4試合を含め5試合に出場し、ベスト8に進出した。2016年のリオデジャネイロオリンピックは、 全4試合に先発出場した。2017トーナメントオブネーションズでは、チームメイトのケイトリン・フォードと共に出場して、全勝優勝を果たし、自身もブラジル戦で1得点を挙げた。2018年の AFC 女子アジアカップは4試合に、出場し準優勝した。ありがとうございます。